長野県下高井郡木島平村。美しい紅葉に彩られたこの農村には今しか食べられない山の恵みがある。さあ藤原さん、はい、はい、あよ2回目の登場ですよね。コンビではそうかな。そうですよね、はい、原西さんが3回ということで、はい、なんかしばらく見合いだになんか、はい、こんなもんゴリラとオランウータンですよ大丈夫かこれ小太りさんに両手大輝さんに。ほんまやけど早速名人を訪ねる。おはようございます。すいません失礼します。こちらが本日の名人山城圭三さん。はい、今日の食材濃いですか。違う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 、ちょっと餌あげて。その方でね、原木でね、なめこを栽培してるんです。なめこ、なめこ大好きです。あよかったね。お味噌汁、お味噌汁が美味しいですよね。そうだね、はい、おたくたちきっと小さいのを食べてると思うけれども、はい、全然もう違ってね、こう大きいのが特徴で、あのね、今まで数々こう原木栽培のところ行ってきたんですよ、はい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 、もう原木栽培の味びっくりしますよね。椎茸だってね、全然違うもん、ね、全然違う、うん、全然違うんですよ、うん、原木ってやっぱすごいんですよ。キノコの栽培方法には大きく2つ、菌床栽培と原木栽培がある。専用の培地に菌を植え付け、施設で温度と湿度を管理しながら育てるのが菌床栽培。1年を通して収穫できる。一方原木栽培は原木に菌を植え付け、自然環境の中で朽木の栄養を糧に育てる。そのため時間がかかり大量生産は難しい。これまでも原木椎茸に原木舞茸、青空レストランで味わってきた原木ものはどれも驚くほど美味しかった。うまーうわー。そして今回の原木なめこも、何これ、驚きの大きさ、すごい。そして驚きのうまさだった。うわうまい。満点青空レストラン。この番組は乾杯をもっと美味しく札幌ビールと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。さらに長野県民が愛する名物七味も登場。札幌、味に何かとうるさい夫、今度のオフはどうかしら。長野県木島平で目指すは名人自慢の原木なめこ。自然の中で作られてますね。そうですよね、だからほとんど前天然ですよ。天然ですね、結局手は全然加えてないんだからね。名人が原木を置くのは標高1000メートルを超える山の中。夏でも涼しいため暑さに弱いなめこを育てるにはうってつけの環境。じゃあそこで原木見えてきたからさ。原木見えてきた、 どうですか。そうらにね、そこに見えてきた。どうですか。そうです、そう。あ、え、これですか。これがね、はい、私のわー、来た、すごい、ある癖ってあるんですよ。これ来年キノコ出る。え、来年の、来年の今頃出る。菌床栽培ならおよそ3ヶ月で収穫できるが、名人の原木栽培は収穫まで丸3年をも費やす。ではその工程を見せていただこう。菌を植え付ける原木にはブナやナラの木を使う。ここが昨日が育つあの形成層なんですよね。あ、この周りがそうなんですか。これが芯でこれはダメなんです。ここダメなんですか、育たない。だからナメコもどんなキノコもそうだけど、はい、ここであの食べてて、これをその餌にして菌が大きくなって増えていく、うん、そう。この原木にどう菌を植え付けるのか。使うのはこのコマと呼ばれる木片。これもブナなんですよ、元はね。それを殺菌してあの培養して、これ菌種が発生したあの証拠なんで、ね、このコマを原木に打ち込む。でこれで打ち込んでいく。あ、かわいい、柔らかいんですね。で穴開けたの。穴開けたの。そうそう。すごいかわいい、すごいかわいい。違う。この菌を3年かけじっくりと原木全体に回す。そして3年目の秋、あることをすればナメコが芽を出す。スプリンクラーでお水をあげてるんですね、はい、これね、はい、発生までにはね、はい、この地温が一番大事なんで、はい、地温、うん、この置いてある地温、土地の土地温、それがね19度以下ならないと菌が発生しないんですよ。へえ。これが水温が15度、だからこの水で早くその土地を冷やしてやって、冷やしてあげるんや、うん、それで大体昼夜、
そうやってこの調整してるんだ、この機能の、ね、発生をね、はい。そして次第にナメコの姿が、あ、ちょっと見てこれ、これ見て、これ見て、ここ見て、うわ、ホトガラさんいっぱい、これめっちゃでかいんですよ、これ小さいんだよ、それね、だいたい発生してから今それで1週間1週間でこんな、そうそう、あと3日経つと取れるようになる。菌床栽培ならこれくらいでも十分取り頃、これより大きくなると味が落ちていく。しかし原木の栄養を吸って育つ原木ナメコは大きくなっても味が落ちない。そのため名人はより肉厚な歯ごたえを楽しんでもらうため、さらに一回り大きくなるまで待つ。それがこちら。うわー、どれどれどれ、すごい、うわーすごい、めっちゃ入ってるな、こんな大きさ見たことない、見てこれ、この傘見て、うん、ね、顔にこっこすごいな、これブルンブルン、これ取るときはね、あ、上が手入れて、え、こうやってね、こうやって取る、ね、あ、ほんまや、それが下から上下さしく、うん、ちょっと持ち上げていいですか、こうやって取る、見てこれ、はい、なめこちゃうで、これ見てこれ、なめこちゃうで、なめこや、やめろ、味噌汁入れても味噌汁見えねえんだよ、来たやろ、来たやろ、ね、匂いもちょっと椎茸みたいな、ね、香りがきついですね、これすごい、菌床ものと比べれば一目瞭然。この秋芽が出てからおよそ10日でこのサイズに、見てこれ、これ見て、しめじとかそういうのじゃなくてなめこですよ、なめこだよ、すごっ、うわさっきの顔と一緒だよ、この香り、あの僕の顔のそばに持っていたら、ね、ちっちゃく見えるし、なるほど、ちっちゃいですね、だから顔でかいから、ね、小さくなっちゃったね、僕の顔がでかいからね、このやっぱりほらちょっとね、錯覚でちっちゃく見えるんですよ、うん、そうなんです、ちょっと話してもらいます、ちょっと、すいません、うん、ああ、でも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 ちっちゃ、ちっちゃ、あ、でも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 ちっちゃ、でかい、もうええわこのぬめりすごいですね、ぬめりがすごい、これ食べたいわ、はよ、名人が食卓に届けたいのは美味しくて安全ななめこ、ゆえに実はあのやっぱりあれで放射能の検査してもらったんですよ、はい、うん、あ、そうなんですか、そう、それで皆さんにも証拠を見てもらってラゴラゴ今日食べてもらいたいんですがね、こういう検査してもらって、まあ、ね、まあ、安心ですからね、うんうん、不検出、ね、よかった、大丈夫です、いやもうすごい、うん、これあったら安心です ね、やっぱりね、あの商品をいじるにはこういうね、やっぱり安心して食べてもらうことが一番大事なんで、ね、はい、またこれ持ってて、はい、上手に料理して、安心していただきましょうよ、ま、食べましょう、食べたい、最高の原木なめこ、これを使って料理の腕を振るってくれるのは、木島平村おもてなしの会の陽気な奥様、高木和美さんと中山ひろみさん、ちょっと脇が違いますもんね、大きいんですよ、ちょっと比べてみますか、はい、え、すいません、あのね、ノリノリで分かるんですけど、そのくだりもう前にやっちゃったんですよ、あー、そうですか、それ申し訳ない、本当にやっちゃったと思うんで、それでは行きましょう、原木なめこ料理一品目、ちょっと何のお料理をいただけるんでしょうか、はい、今日は定番のなめこの味噌汁を、あ、よいしょ、まずね、いいですね、山なめこはちょっと火が通りにくいので、はい、先に入れますね、あ、なるほど、はい、あ、大きいからね、はい、もうこの辺ではこの大きさのなめこしか食べないんですが、普通あの僕らが食べるちっちゃいあるじゃないですか、今の時期はこれだけです、あ、今の時期はね、はい、あの、はい、高級食材です、あ、高級食材なんですか、はい、それは高級ですよね、これ長野といえばもちろん信州味噌、色は淡いがしっかりとした辛口、今日はちょっとここに、はい、驚きの、何、いいですか、え、驚きの、お母さんが取り出したのはこれを使う、あ何を隠そう、サバの水煮、食べません、味噌汁の中に入れて、いや、食べないですよ、こっちの地元では、春山菜でタケノコ料理があるんですけど、はいはいはい、タケノコ汁の中にこのなサバ缶を入れて水煮を入れて、それで食べるとちょっとコクが出て美味しいんですよ、知らない、サバの水煮を丸々一缶、ひと煮立ちさせたら完成、やば、大きいなめこ、うわ、何これ、美味しそう、はい、チェックしますね、なめこの水煮の出来上がりです、ありがとうございます、美味し
そう。うわうわ、大きいわ。ありがとうございます。大きい原木なめこ入れていただいて。なめこが小さく見えますね。さっき俺全部切れなかったのかな。ねえ、これでっかいの。でっかい。ねえ、いただきます。これうまい。めちゃくちゃ美味しいですね、ありがとうございま す, います、ね、え香りがやっぱちゃいます ね, すね、原木なめこですからね、ですからね、いや口の中入れたらもうその芳醇な香りがうわっと広がりますね、美味しいわ、ほら、うわ、うまいでしょこれ、このぬめりこの食感、そういやずっとおるでしょ、おるうわー切れますね、いい粘り、いい粘り、いいぬめりありますね、いいぬめり、うまい、このなめこ、いや、またサバに合いますね、これなんか出汁いうかコクが出てくる、ね、コクが出ますよね、これサバの水に入れますわいや、いいですよね、これ、多分他のあの味噌汁にも合う、ね、合うでしょうね、合いますよね、これね、続いては中山さんがおもてなし、作ってくれるのはなめこのあんかけを、うわ、嬉しい、まずはみりん、塩、醤油を加えただし汁でなめこを煮込む。そこへですね、今日は、高木さん家の大根おろしを。高木さん家の大根おろしをたっぷりと。味噌ねあんかけですね、じゃあ。そうや。トロトロ、片栗粉とか入れない、ね、入れない、入れない、はい、入れないで、ほらこんなにとろみがついてきました。これなんでとろみがつくんですか。ぬめりが出て、あの、とろみがつくんですめっちゃとろとろですよ。とろなりますやん。とろになれば、なめこあんかけの完成。何にでも使えるなめこあんかけ、今日は揚げ出し豆腐にかけていただく。まずは片栗粉をつけた豆腐をきつね色に染まるまで揚げていく。結構時間かかるんですよ。全然やっぱ間が気になるタイプですね。シーンとしてるその間が気になるタイプなんですね。スキーとかやられるんですか。回さなくても大丈夫ですから。回さなくても大丈夫ですから。出来上がってきます。パンパンに膨れ上がってますね。比べてみます。今やだ。そんな油もおかしい。油を受けなかったから。2回目3回目受けわけないでしょ。あ、そうですか。あ、もううまそう。これで塩かけて食ったらもう。いや。それにナメコをかけるんです。ナメコの旨味が出たあんをサクサクの衣に吸い込ませる。うわー、うまそう。うまそう。最後にネギを散らして、豆腐のなめこあんかけの完成です。うわ、じゃあいただきます、はい、うわ、お母さんありがとう。美味しいですか。めちゃくちゃうまい。うまい。うまいね、これ。だけ、ね、味がするとはね、なめこから、こうあっさりした味付けが、もうこのなめこの味をすごい引き立ててますよ、片栗粉使わずにこのトロトロトロみたいな。これは考えられへんやろ。これあれですね、まあこの食べ方も美味しいですけど、このあんでお餅とかでも美味しいですよね。そうなんですよ、つきたてのお餅ね。焼いてね、パリッとしたところにパッとかけて、つきたての餅でいいじゃないですか。続いてのおもてなしは、じゃあ次は洋風なめこリゾットに行きます。まずは食感のアクセント、玉ねぎを炒める。コンソメスープを加え、ひと煮立ち。簡単にできるリゾットなので、お家でぜひ試してみてください。わ、おー、これ美味しいですよ。ここへご飯を加え、煮詰めていくのだが、ちょっとね、沸くまで時間がありますね、お話、トークお母さん、アルペンの選手です。アルペンの選手なんですか。すごいですね。アルペンどういう選手なんですか。あの、ほら、大回転。大回転です。で、こう、バーって。マジですか。小さい時、頂上から、あれですよ、降りてきますよ、ちゃんと。
どんな感じかちょっと、ちょっとそう、はい、ちょっとやってもらっていいですか。45度ちょっと、あそこですか、はい、あのからね、はい、シャッシャッシャッ、ちょっと大きいコバありますよ、コバありますよ、どうか落ちたけない、落ちたけない、カット、止まって、止まって、カット、どうしよう、ほんまにやってました、かわいかった、かわいかった、すげーかわいかった、ありがとうございます。普段あんまり喋らないもんね、嘘つけ。楽しいおしゃべりの間にご飯はすっかりいい感じ。ここにナメコを入れます。ナメコ、へー、これもそのままのナメコですよね。はい、そうです、はい、全部ほとんど味付けてないね、すごいな、はい、いよいよ仕上げ、粉チーズでコクを出したら、これやばいと思う、うわうまそうな感じの、これやばい、これ生クリームでまろやかに、うわうまそう。チーズの粘りじゃなくもなめこの粘りですもんね、すごいな、うわ美味しそう、トロトロ濃厚に仕上がったなめこリゾット、彩りにバジルを散らして、あ、はい、完成です、ありがとうございます、これは美味しそうやわ、いただきます、あ、どうぞどうぞ、合うな、お母さんこれ大好き、これ大好き、生クリームの味は、わうまい、これにしたらあれですね、なめこの味がより引き立つというか、うん、とろみが、とろみが、とろみの味が残ってるんですよね、ご飯と、あのなめこの間にこの玉ねぎ入ってるから食感がパリッとするじゃないですか、あ、するな、うん、これがうまい、うまいうまい、熱いですか、うまい、うまい、ボーナー、ボーナー出ました、おいしい、ここで長野県民が愛してやまない一品をご紹介、実は長野にはもう地元のみんなにもう一つ昔から愛されてる食材があるんですよ、それが七味唐辛子、へえ、ユキナ大好きです、ね、あ、そうですか、買ってきてって言われてん、今日、嘘やん、ほんまこれ多分みんなあのこの近辺っていうかあの長野県では一軒に一つは絶対持ってると思う、絶対ある、はい、美味しい七味なんだ、そうこれ、ユキナもこれ好きで、いやほんまに買ってきてって言われて、長野行くの、七味買ってきてって、江戸時代より長野市善光寺の門前に店を構える老舗八幡屋磯五郎の七味唐辛子、普通の七味唐辛子よりお値段は張るが香りと味わいは別格、一度使えばこれでなければというファンも多い、今や東京浅草の八軒堀、京都清水の七味屋本舗とともに日本三大七味と称される、そもそも七味唐辛子とは7つの香辛料を合わせたものだが、それに決まりはない、辛さや風味、食感などお店により重視する味は異なり、材料や配合はバラバラなのだ、ここ八幡屋磯五郎で使っているのは唐辛子、山椒、お種、ごま、陳皮、生姜、しその7つ、中でも珍しいのは生姜が入っていること、生姜の作用で体も温まる雪国信州ならではの味、ちょっと風味豊かな七味を、ちょっといいですか、はい、俺こんなやつ七味行ったことないわ、じゃあ俺もやろうか、すごい、ね、匂いする、そう、いい香り、いい香りする、あーほんまや、ね、うん、辛味もいいですね、今日はちょっとねサンマを焼いたので秋なので、はい、ちょっとサンマにかけて食べてみてください、いやそれはうまいと思う、と油の乗ったサンマにならたっぷりかけても辛すぎず旨味が引き立つ、このままでいいですか、はい、じゃあどうぞ、ほら、あ、うわ、この辛味、辛味、そう、うん、サンマのうまさを際立てるというのか、うん、やっぱりこの染みがあるのとなると全然違いますね、でしつこくないですね、辛すぎず、はい、口に入れた時に、こうほんまに楽しいですよね、香りがね、七味ですか、ね、七つのね、そうそうそう、香りがね、そして最近、この七味を使ったさらなるヒット商品が生まれた、八幡屋磯五郎さんから出ました、はい、七味ラー油ごまごまラー油です、ちっちゃい声でごまラー油もう一回言います、何ですか、七味 ごまラー油これまた江戸
江戸時代より続く長野の老舗油問屋三河屋庄左衛門の極上ごま油、二大老舗のコラボレーションにより生まれたのが風味豊かなこの七味ごまラー油。ごまの味と、ごまの香りと、うわ、あ、うまい、うまい。これを使って、うん、海鮮ユッケを作りたいと思います。ユッケうまそう。はい、つけだれは醤油砂糖に七味ごまラー油をたっぷりと。いや大丈夫なんです。魔法のこの後に魔法の品物を入れると今度まろやかになるんです。魔法の品物、はい、品物食べ物ですよね、食材ですよね。食材品物って何ですか。魔法の品物は最後の仕上げ。まずはマグロ、イカ、サーモンと一緒によく和える。ごま、ネギを散らせばあとは仕上げの魔法。見ててください、魔法ですよ、ね。はい、のところがほら、ペロンと温泉卵や。ちょっとどうしようかな。いやもう混ぜるんですね、これ。海鮮ユッケのだけやめて。いきなりゴールに持ってきた。さあ、魔法の温泉卵をたっぷり絡めていただこう。いただきます。はい、うまい香り、ごま油の。いい匂い。うわ、これうまいろ。うまい。わ、風味が違いますね。うん、そうですね。パンチありますね、一個一個が。丸。ごま油が満遍なくね。そうですね。混ざってますもんね。うん、おいしい。どんぶりにして食べ込みたいですわ。うん、まやってね。この後、七味ごまラー油となめこが出会う。南部鉄器の茶瓶で入れたお茶にございます、うん、その南部鉄器で作った羽釜のジャーにございます。そうか、うん、すいません、羽釜寛平です。妻の香りです。英語で言うとレディ羽釜です。あの南部鉄器で作った羽釜の圧力ジャー、象印。今日は美味しい七味ごまラー油と、はい、なめこが揃ってるので、はい、麻婆なめこ丼を作ります。うめえ、はい、よく香りを出した豆板醤とともにひき肉を炒める。今日もイタリアもあるし、韓国もあるしね。そうですね、中国もあるし、世界旅行したみたいですね。いや、それは言い過ぎでしょ。味付けし、スープを加えたところに、まずは豆腐、そして本日の主役、はい、あー、原木なめこじゃいいた。なめこで結構とろみが出るんで、片栗粉を調節してくださいね、はい。最後に香り付けの七味ごまラー油、たくさん入れても嫌な辛さはなく、豊かな風味だけが残る。かなりいきましたね。うわ、もう全然香りが全然高級な中華になった。はい、なめこでご飯が隠れるほどたっぷりとよそったら、なめこ麻婆丼の出来上がりです。はい、よっしゃ、乾杯しましょう。乾杯、乾杯。よいよ、あー、うまい、あー、うまい。おお、この感じでしょう。なんか飽きましたよ、寂しすぎて。いただきます。いただきます。ごまラー油とうまなめこ合いますね。これ味、香り、取り立てたからな。百姓を作るものはみんなその北下の足跡で大きくなる。なるほど、足跡って言ってね、なんか足を運んだかと。そうそう、足跡。うわ、すごい、いいことね、いいことば。ね、一番いいのはやっぱり木島であるの空気がいいからだよ。なるほど、うん、そうですね。ね、名人が愛情を持って育てるからですよ。あれは生活かかってるから愛情を込めて。急に現実的な話しよ。愛情を受けろ。日本三大七味、八幡屋磯五郎の七味ごまラー油、試してみたい方は番組ホームページまで。青空レストラン、来週は、うわー、まんまる。秋深まる山梨県で出会う究極の里芋、その名も八幡芋。その粘りと食感は驚き。お餅みたいなの。そうです。煮物だけじゃない、アイディア里芋レシピも続々登場。思わず叫ぶうまさ。
アーメンマこの番組は乾杯をもっと美味しく札幌ビールとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。おお、天才志村動物園、この後すぐ。爆発的に増える鹿、食い尽くされた森が消えようとしている。崩れた生態系がもたらす危機とは。里山大回廊を行く森林消失、30日午後3時放送。こんにちは。ストップ。氷の上は油断大敵アイスタイヤカフェ。止まる大切さを伝えたくて、そのタイヤ